ラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日の動画はちょっと特別です。なんと憧れのピアノブランドスタインウェイ&サンズを取材してきました。スタインウェイ&サンズといえば世界屈指のピアノメーカーです。ご自身でもスタインウェイピアノを所有し、スタインウェイピアノを愛する演奏家、スタインウェイアーティストには歴史に名を残す人々が勢揃いです。作曲家としても有名なリストやラフマニノフ、マーラーやプロコフィエフ、ガーシュウィンやストラビンスキーなどが名を連ねるほか、ルービンシュタインやホロビッツ、グールドにケンプ、フィッシャーにアルゲリッチ、バレンボイムやチメルマン、ランランなど、ここに名前を挙げきれないほど名だたる伝説級のピアニストたちもこのスタインウェイアーティストなのです。なぜスタインウェイピアノがこれほど愛されるのか、今日はスタインウェイ&サンズのピアノの仕組みに迫ります。ぜひ最後までご覧ください。本日の舞台は国内唯一の直営店スタインウェイ&サンズ東京です。ご覧のように美しいピアノがずらり。スペシャルな空間で広報の真田直文さんにスタインウェイの音の秘密をお聞きしてきました。真田さん、今日はよろしくお願いします。なこさん、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はスタインウェイさんのピアノの魅力についてもお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、そもそもピアノという楽器についても教えていただきたいなと思ってます。そうですね、ピアノというのは本当に奥深い楽器なので、どこから説明してよいものかと思うんですけれども、まず皆様イメージされるのが白と黒の鍵盤だと思うんですけれども、ピアノというのは鍵盤を伝ってその奥にあるハンマーを伝って弦を叩くことによって音が出る鍵盤楽器と呼ばれるものになります。なかなかイメージつきづらいと思うので早速ですけれども、はい、あの道具をちょっと出させていただきますね。すごいものが見えますね。こちらに見えます通り、これが白い鍵盤なんですけれども、あ、こちら鍵盤なんですね。そう、こちらが鍵盤なんです、はい、鍵盤よりずっと大きなものがピアノの裏側にあるんですけれども、この鍵盤を押すとご覧になって分かるように、アクションと呼ばれるあの鍵盤の反対側の機構が動くと思うんですけれども、これが上に弾かれることによってここに貼ってある弦が振動しまして音が出ると、それが88個分並んでいるというのがピアノの特徴ですね。へー、すごい。でピアノの特徴としてよく言われるのがですね、パーツの数なんですけれども、うん、現代で最も複雑な工業製品っていうふうにも言えると思っていて、はい、パーツ数でいうといくつぐらいだと想像されますか？そうですね、この一つの鍵盤だけ見ても 2,30 個ありそうな感じがするので、かける88件1760。そうですね、まあ、2000個ぐらいっていうふうに想像される方多いんですけれども、うん、ピアノという楽器は実はスタインウェイの場合は1万2000を超えるパーツで構成されると言われておりまして、でどのパーツが欠けてもスタインウェイの音といいますか完璧な音は出ない。なのですごく精密な本当に製品だというふうなことが実はピアノの裏側には存在しています。すごいですね。すごいですよね。なので例えばですけれども、こちらのバネ一つちょっとその調子が悪いことによって、あれちょっとその鍵盤をしたけれども普段と感覚が違うぞっていうことになると演奏がその変わってくる。なのでそのピアノを支えているのはもちろんそのピアニストがいてならではなんですけれども、調律師の方が音程だけではなくって、こちらのそのアクションも含めて精密に調整しているからこそコンサートの演奏っていうのは成り立っていると思います。なるほど。ピアノの名誉を聴けるのはピアノメーカーだけでなくて調律師さんがいてこそっていうところもあるんですね。そうですね。スタインウェイさんというとやっぱり世界有数の超ブランドピアノメーカーですけれども、はい、スタインウェイというこのブランドのピアノはいつ誕生したんですか？はい、スタインウェイはですね、1853年にスタインウェイ一家がニューヨークに渡って創業を開始しました。1853年っていうと、まあいわゆる日本だとまだ江戸時代ですよね。そうですね。あのペリーがちょうど来た時ですけれども。あ、そうなんですね。あのそのような時代に本当にまあこうしたそのグランドピアノといいますか、ピアノのメーカーが生まれたって思うと、随分歴史が日本と違ったんだなっていうふうに私も感じます。ただ実は創業者であるハインリヒ・エンゲルハート・スタインウェイはピアノを始める前は木工職人として、はい、あの木の加工であったり、あの家具を作って生計を立てていたと言われています。
へえ。スタインウェグが奥様のために自分のキッチンで趣味でピアノを作ってたんですけれども、それが1836年に完成されて、スタインウェイの実は製造番号0001番というのはそのキッチンで作ったキッチンピアノと通常呼ばれているものに冠されているということがあって、その1836年をスタインウェイの起源というふうに捉える考え方も一つあるというふうに言われています。いつ頃から一流のピアノメーカーにこう成長していったんですか、うん、ちょっと質問からそれてしまうかもしれないんですが、スタインウェイ、スタインウェイというふうによく言われるんですけれども、正式名称はスタインウェイ&サンズなんですね、うん、でサンズというのは息子たちという意味になりますけれども、創業者のスタインウェイだけではなく、スタインウェイのその息子家族たちがスタインウェイのその礎を作ったというふうに言われています。でご質問にお答えすると、ハインリヒ・スタインウェイの息子にウィリアム・スタインウェイというものがいるんですけれども、彼がマーケティングの天才というふうに今でも言われています。でその天才たるゆえんなんですけれども、ニューヨークで創業した後にですね、ヨーロッパで活躍していたパデルフスキーであったりですとか、ルービンシュタインといった本当に往年の一流のピアニストをニューヨークに連れてきてですね、はい、アメリカ横断ツアーをやりまくったということをやってたんですけれども、その一流のピアニストでに弾いてもらうからこそ、私たちのスタインウェイのブランドのピアノの良さであったりですとか、本当のその音の楽しみ、ピアノの楽しみっていうのをアメリカ中で伝えられるというふうに考えて、ウィリアム・スタインウェイがパデルフスキーやルビンシュタインを連れ回したのがきっかけで話題になったというふうに言われています。なるほど。スタインウェイが広まる上で重要なイベントがもう一つあるんですけれども、はい、それは1867年に開かれたパリ万博で、当時ヨーロッパでたくさんのメーカーがその出展していた中で、スタインウェイも出展したんですけれども、そこで圧倒的な響きであったり、そのダイナミックレンジをもってしてゴールドメダルをいただくことによって、ヨーロッパでもスタインウェイの名前が知れ渡ることになったことによって、まあ、今の一流と言っていただけるスタインウェイに成長できた大きなきっかけだったのかなと思います。あ、そうなんですね。スタインウェイさんが大切にしているポリシーとか価値観みたいなものがあったら、ぜひ教えていただきたいです。これは創業者のハインリッヒ以来引き継がれている、可能な限り最高のピアノを作る、 To build the best piano possible っていう言葉があるんですけれども、こちらが創業以来変わらないポリシーとして社内に浸透しています。社内に浸透してるんですね。そうですね。社内というのはスタインウェイも工場がニューヨークとハンブルグにあるんですけれども、そちらから船や現代だと飛行機を伝ってきますけれども、そういったまあ物流網ももちろんですし、あとそのまあ日本に到着した後にどういうふうにそのお客様に販売してサポートしていくか、そういったその販売サポートも含めて可能な限り最適な最高のサービスであり音作りを心がけるようにというふうなポリシーが全社員に浸透しているのではないかなと思います。そうなんですね、はい、そんな社員の皆様によって届けられるこのピアノ、具体的に他と何が違うんですかね。よく言われるのはですね、ダイナミックレンジがまず大きく違うというふうに言われています。我々のピアノはコンサートホールでよく演奏されますけれども、広いコンサートホールでもピアニッシモでもホールの隅々まで届くようなクリアな音、そしてフォルティッシモというのはコンチェルトでもそのオーケストラには負けないようなダイナミックなサウンドを出せるように設計されているんですが、そのダイナミックレンジが一つ大きな違いというふうに言えると思います。でもう一つがですね、ピアニストが表現したいと思った音を自由自在に表現できるピアノというふうに言っていただけることが多いです。これはやはり同じ音量の中でも様々な音色を作りたい、例えばその悲しい音色、楽しい音色、怒ってるような音色、そうしたその様々な音色の変化をつけるためにたくさんのカラフルなパレットを持っているというふうに表現していただけるピアニストの方も多いです。それって何からこの違いが生まれるんですか。そうですね、本当にピアノが複雑な楽器であるゆえにたくさん違いを生むものはあるんですけれども、今回は尺もあると思うので3つだけご紹介させていただければと思います。
います。ありがたい。いやいやいや。まず一つ目なんですけれども、これは厳選された素材によって生まれています。こちらのピアノはですね、世界に数台しかないと言われてるんですけれども、システムピアノと呼ばれていまして、こちらはスタインウェイがどのようなピアノ作りや設計、いわゆるシステムですね、を使ってピアノを製造しているかというのをデモンストレーションするための特別なピアノになっています。で、木目が綺麗に映ってると思うんですけれども、これは実は黒く塗装される前のピアノになっています。あ、そうなんですね。そうなんです。なので実はコンサートホールとかで見かける黒いピアノも、あの黒い塗装を剥ぐことがもし綺麗にできると、このような美しい木目のピアノが出てくるということになります。へえ。ご覧になってお分かりになりますように、ピアノというのはもうたくさんの木を使って作っているわけですけれども、どれだけ最適な響きを生むための木材を選んでいるかによって、ピアノの生涯の音色が変わると言っても過言ではありません。はい。例えばピアノ外側をリムというんですけれども、使われている木材、こちらはメイプルになるんですけれども、このメイプルの中でもですね、ご覧になると非常に木目が水平方向に節目などなくできていると思うんです。こちらはやはり音の伝達が最適になるような木材を厳選して選んで作ってるからこそ生み出されているものになります。本当にすごいですよね。そうなんです。このコンサートグランドですと6メートル弱あるっていうふうに言われてるんですけれども、これをその貼り合わせることなくと言いますか、継ぎ目なく、これだけその綺麗な木を使っていると。なのでスタインウェイが各パーツに採用している木の基準っていうのは非常に高いということが、このピアノからも伺い知れるんじゃないかなと思います。本当そうですよね。このピアノの蓋の裏まですっごく綺麗な木目ですよね。そうですね。蓋はホワイトウッドという素材を使っていまして、ピアノの蓋の役割は響きを増幅して届けるっていうことになるんですけれども、弦から発された音がどのその木材のどういった部分であれば最適な形でコンサートホール中に響きを際立たせるかということを考えて素材選んであったりですとかしているというふうに聞いています。いや、すごい。本当に一見しただけで特別感が分かりますね、これは。そうなんです。すごい。先ほどお話ししたように、非常に厳選された木材を適材適所に使用しているというのもポイントになります。やはり各メーカーによって、どこのその部分にどの木材を、その木材の中でもどんな性質を持っているものを使用するかというのを、工場の職人が一つ一つ見極めた上でピアノの製造に当たっているというのが、もう最終的なそのピアノの音色の要になっているのかなと思います。へえ、そうなんですね。2つ目なんですけれども、数々の科学的な特許に基づいた最適な製造工程設計にスタインウェイの良さがあります。この特許なんですけれども、創業から 4,50 年でスタインウェイの息子たちが物理学者と共同して取ることによって生まれました。例えばリムの形であったりですとか、鍵盤の内部のアクションも含めて、さまざまなピアノの根幹ともいえる特許が含まれていまして、これがなくしては今のピアノはなかったと言っても過言でないくらい重要な特許が含まれていました。この特許なんですけれども、もちろんその1800年代に取られたものになりまして、今では切れていますので、他のメーカー様も切れ特許を使ってピアノを作っているということですね。物理学者の方と一緒に開発したんですか？そうなんです。音って波動じゃないですか、でそのどういうその波形がいいかであったりですとか、どんなその設計をすれば最適な音のその響きを作れるかっていうのは、物理学と非常に密接な関係がありまして、そこに着目したスタインウェイの息子たちが研究に研究を重ねて特許を取っていったということになります。特許の具体的なお話をさせていただくんですけれども、ピアノという楽器の大きな特徴として、鍵盤を1回押すと音がどんどん小さくなる、減衰していくという特徴がありますよね。そうですね。で、例えば今どの音を鳴らしましたけれども、これはその音を出した瞬間が最大の音になってしまうんですけれども、そこからどんどん減衰していきますが、この音がその出された瞬間のエネルギーをどれだけその保った状態で減衰することなく、どれだけその最適な形で客席に届けることができるか、そういう仕組みを確立するためにたくさんの特許を取っております。あ、そうなんですね。減衰をさせないっていうことの技術だけでもたくさん特許があるんですね。はい、その通りになります。例えばこちら、ソの鍵盤を押しましたけれども、鍵盤を押すという単純な作業の後ろ側にアクションを伝って、ハンマーが弦をその触れて、その弦の振動が
フレーム、そしてリムに伝わって、で、こちらのその鍵盤蓋からその反射されて届くっていう、本当に複雑な、あの過程が、その鍵盤一つ押すという後ろ側にありまして、そこの一連のプロセスの中でどうエネルギーを減らしていかないか、という中には多分たくさん秘密が詰まってますよね。なるほど。で、中でもそのピアノの心臓部とも言えるパーツがあるんですけれども、はい、それが響板というですね、ピアノの内部、その一面を張っている大きなその木のパーツになるんですけれども、ここから見えますか？見えます。こちらの、フレームの下にある。おー、これですね。そうです、こちらの。こちらがフレーム、そして弦が張ってありますけれども、そこの下にあるのが響板になります。これまたすっごく綺麗な板ですね。そうなんです。この心臓部である響板を作るためにも、たくさんの特許が取られています。なるほど。一つ一つのパーツ、それぞれにすごいこだわりが詰まってるんですね。はい、おっしゃる通りでございます。スタインウェイの製造工程の中で一番の特徴といってもいいものがリムの作り方にあるんですけれども、薄い板を貼り合わせて作っているんですけれども。本当ですね。そうなんです。外側のこちらのリムと、あと内側にあるリムがあるんですけれども、スタインウェイのリムはですね、こちらの外側と内側を分けて作るのではなく、一体成形というんですけれども、一気に曲げて作るというのがスタインウェイピアノの大きな特徴になっています。こちらのコンサートグランドと呼ばれる2メートル74センチのピアノですと20枚貼り合わせて作っております。それで触ってみるんですか？もちろんです。あ、本当だ、全然一緒だ、すごい。これが先ほどお話ししたような音のエネルギーをどれだけその減衰させないかだったりとか、エネルギーのロスなくピアノを振動させることができるのかというのに大きく関わってくる技術になります。で、これをその一気に曲げることというのは非常に難しいですし、現代においては非効率でもあるというふうに言えるんですけれども、スタインウェイにとってこのリムの一体成形という技術がスタインウェイの響きを作る上で欠かせないということで、今でも昔と同じ、昔から受け継がれた製造をしています。伝統工芸品のようですね。そうなんです。見た目も綺麗なだけじゃないんですね。そうなんです。3つ目のポイントですけれども、これは熟練の職人によって1年以上手間暇かけて作られる、そのクラフトマンシップが大きな特徴になります。クラフトマンシップ、やはり天然の素材であったりですとか、たくさんのパーツを使用している以上、現場でどれだけその熟達した職人が作るかというのもピアノの品質を大きく左右することになります。で、私も聞いてびっくりしたのが、スタインウェイの工場で働く人っていうのがかなり世代を超えて働く人が多いっていうふうに言われていまして、例えばおじいちゃんもお父さんもそして息子もスタインウェイの工場で働いてるっていうふうな、あの社員もいるというふうに伺っています。そうなんですね。で、スタインウェイの長い歴史の中でどのように伝統工芸を受け継いでいくかというのは非常に大きいポイントでして、その技術を伝承していくためにさまざまな工夫をした上で作っている、そうしたクラフトマンシップが創業以来脈々と続いているというのが大きなポイントになるかと思います。素材、それから製造の技術、その技術を支えるクラフトマンシップ、この3つなんですね。はい、きっと他にもたくさんあるんですけど。いかがでしたか？この続きは次回、ショパン国際コンクールでの反田恭平さんや小林愛美さんのお話や、実際に北青山のショールームに展示されているピアノを試弾してみた音と感想をお届けします。そして私が弾くだけでなく、有名なピアニストの演奏もぜひ楽しみにしていてください。今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンを押して教えてください。そして皆さんのコメントもいつも楽しく読んでいますので、ぜひご感想をコメントにお寄せください。厳選クラシックチャンネルでは、クラシックをもっと身近にをモットーに、有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、オーケストラ楽団演奏家の紹介や有名な曲の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシックのある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー。